アマゾンで買い物したことある方ならわかると思うんですけど、まあ、ショップから普通に買ってるんでね、アマゾンで普通に物が来て、まあ、特にね、文句がなければ、ね、あるいはすごい感動していいなっていうことがなければ、まあ、感動してすごいいいなって商品分かっててあんまりないでしょうからね、まあ、特に、まあ、評価ってのはつかないんですね。で、まあ、せいぜい、20人に1人以下、評価つける人は、まあ、今までやってきた感触だと大体そんな感じです。で、そんな中、このバイグローバル、現在5189件の評価をもらってます。ということはね、大体10万件以上の取引をすでにしてると。で、これオーストラリアアマゾン始まった頃はね、ほとんど売れなかったんで、まあ、それ考えると、まあ今の月間取引は多分2万件を超えてるだろうなと思われます。これ2万件っていうとね、1件単価5000円だったとしても月商1億円です。まあ、これぐらいの販売がまあ楽にできるポテンシャルを持っていると。これがオーストラリアアマゾンです。で、今後もね、シドニーの物流センターが稼働して、まあ、さらにシステムなんかも進化してきますんで、もうますます売れるようになっていきます。で、そんな魅力的なオーストラリアアマゾンなんですけど、まあ、やっぱりね、アメリカアマゾンの時と違って、まあ、情報発信してる人も少ない、ね。で、そして、英語をやりつけない、あるいはね、アメリカのオーストラリアの慣習がわからないという場合はね、この口座を作るのもね、ちょっと一苦労してる方が多いです。まあ、そんな中ね、マニュアルを、まあ、先月作って、まあ、募集したらね、好評で、まあ、皆さん普通に販売できるというところまで行きましたんでね。まあ、これはもっと、正しいノウハウで、オーストラリアアマゾンに参入してもらいたいと。で、私の方もね、参入者が多ければ、まあ、それだけ、貴重な情報も集まりますんで、お互いにね、オーストラリアアマゾン始めたい人は正しい始め方、口座の作り方、登録の仕方、出品、すべてわかると。で、私としてはね、何をやっちゃまずいか、どの辺でつまずくかというデータが、取れるということでね、これはもう、お互いにウィンウィンの関係になれるんで、これマニュアルいいなということでね、今回もモニター募集をさせていただきます。やっぱりね、今、まあ、パソコン使ってなんか稼ごうと。まあ、やっぱパソコンをね、使って好きな時に稼げるというのは非常にいいことなんでね、そうなると、まあ、やっぱり物を売るのが一番手っ取り早い。でね、まあ、競争が激しくて物価が安くてね、品質にうるさい日本で初心者の方が物販に取り組むのは非常に厳しいです。まあ、そういった中、オーストラリア、ね、日本のまるで裏返しですよね。まあ、競争が少なくて、物価が高くて品質に、うるさくないというのでね、初心者が取り組むにはまあ理想的です。で、日本にはまあ儲かる商品がいくらでもあります。で、例えば、まあ、ダイソー商品なんかでも10倍以上で売れてる商品がゴロゴロあります。まあ、さっきのね、バイグローバルなんかも初めの頃はダイソー商品結構扱ってました。今も扱ってますけどね。で、おもちゃなんかでもね、ベイブレードなんか3倍で売れてますし、まあ、何しろ、まあ、始まったばかりのオーストラリアアマゾンは、まあ、絶好のチャンスと。ね。で、間もなくシドニー物流センターがオープンします。で、いろんな商品、高く売れてます。で、日本に住んでればね、もう手近にある商品、目についた商品を、まあ、正直片っ端から試すという形でね、数こなしていけば、儲かる商品は見つかります。で、その時注意するのはね、扱っちゃいけない商品がありますんで、まあ、その情報だけはね、共有してきますんで、まあ、しっかりと、ね、チェックしていただいて、扱うべきでない商品は扱わないというのをね、気をつけていただいて、商品は手近な商品を販売していくという形で、儲かる商品を見つけてください。で、過去、アメリカアマゾンなんかでもね、サポートして、まあ、3ヶ月から半年で、まあ、売上3000ドル、あるいは6000ドル、1万1000ドル、あるいは2万1000ドルという成果を上げてきてますけど、今年のね、ボクシングデー以降、オーストラリアアマゾンが本格化すればね、まあ、おそらくこれ以上の売り上げ、そして利益が取れるはずです。で、私がアマゾン輸出を教えるのに心がけていることはね、まあ、簡単なことでも教えると。同じことを100回聞いても OK。まあ戦略作りを重視するというところをやってますんで、
まあ、これをね、マニュアルに落とし込んだ Amazon 輸出、まあ、始めていただければ、まあ、稼げる可能性は非常に高いと。で、今回はね、さらにその始めるリスクも、まあ、極端に低い、モニタープランという形で、やらせていただいてます。まあ、マニュアル内容はね、もう登録して出品するまで全部やってます。で、例えば、まあ、先ほどね、稼ぎにくいと言った日本市場。で、日本市場でね、ネットショップ。まあ、ネットショップなんだかんだ言って手軽なんで、まあ、物販やるのはネットショップ始める方多いんですけど、例えば、まあ、メジャーな楽天なんかで始める場合には、まあ、出店するだけ、店を作るだけで、このように17万9400円から29万4000円かかります。まあ、さらに、ね、このランニングコストはかかります。で、実は、これ、金額はね、読みにくいんで書いてないですけど、楽天の場合はね、このランニングコストと言ってるもん以外にも、広告費がかかります。広告費ってランニングコストじゃないんですかって感じなんですけど、まあ、絶対使わなきゃいけないってもんじゃないんでね、広告費もかかります。でもね、広告使わなきゃ売れないです。まあ、そうなってくるとね、この始めるだけで、まあ、19万7000、約20万弱、ね、で、月間30万前後払って、で、なおかつ、ね、広告費払って、まあ、どうやってこの何を売って儲けるのか、正直ね、楽天作って売りたいですと言われたら、まあ、商品のアドバイスはね、ほぼできないですね。やっぱりよっぽど何かね、特殊な商品を、目利きができるという場合以外はちょっとね、稼げないんじゃないかなと思います。まあ、かたや、まあ、オーストラリア、アマゾンの場合はね、何しろ日本製品をそのまま持ってきゃ利益が取れる商品がたくさんありますので、NG 商品を下げて手近な商品を載せていくだけで、あるいはね、試すだけで、まあ、商品は見つかってきますので、はるかに稼ぎやすいと。